はい、ありがとうございます。では腰に手を当ててもらって反ってみましょうか。反るとき腰辛そうですね前屈してみましょうか。はい、ありがとうございます。もう一度腰に手を当ててもらって反ってみてください。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日はどういった症状で来られましたか？骨盤が歪んでて立ち方がちょっと昔から悪くって、それをちょっと見てもらおうかと思って。誰かに指摘されてとかってことですかね？そうですね、結構周りからはもうめっちゃ言われます。ちょっと腰痛も昔からあるんですかね？腰痛は多分もう社会人になったくらいからずっと、はい。わかりました。腰の検査をするので肩幅に足を広げてもらって、でちょっと前屈してもらっていいですか？はい、ありがとうございます。では腰に手を当ててもらって反ってみましょうか。反るとき腰辛そうですねありがとうございます。でもう一度肩幅に足広げていただいて、もうちょっと前屈してみましょうか。はい、ありがとうございます。もう一度腰に手を当ててもらって反ってみてください。はい、ありがとうございます。正面抜いていただきまして、反った時の方が腰痛いですねわかりました。じゃあ今の反った時の腰の痛みだったりをちょっと覚えてもらいながら、手術後もう一度同じことをしていただくので、はい、ではしっかり手術していきます、はい、よろしくお願いします。では先に、背中から腰、お尻にかけて筋肉をまずほぐしていきますね、この辺辛くないですか？痛いですよね。下の方はまだマシですか？はい。もうちょっと緩めた方がいいですかね？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。お尻の方も結構硬いですね。反対ほぐしていきますね。はい。
では次まして上向きになりましょうか。ちょっと骨盤前触っていきますね。腰がいいですか？痛い。ではこっちの膝を曲げてもらってこの状態で痛いですね。上の膝を曲げてもらってちょっと前に引っ張りますね。で、手と手を組んでいただいてお腹の横の方に回しましょうか。ここでちょっと前にしてください。で、このままちょっとひねって最後に体重乗せたら骨盤の矯正しますね。抜いてもらって大きく息吸います。で吐いてもらってふー大丈夫ですか？じゃあ反対向きになりましょう。こっちの上の膝曲げてもらって手を組んでもらってこっちに引っ掛かります。逆に顎引いてもらってで、大きく息吸っていただいて、吐きます。大丈夫ですか？じゃ上向きになりましょうか。最後に背中の矯正をするので、一度起き上がってもらってよろしいですか？後ろで膝立ててますので、はい、後ろに持たれていきましょうか。そうです。で、首の後ろで手を組んでもらっていいですか？いいです。ちょっと腕通しますね。で、脇を閉じてもらって力抜いてもらってダーンと後ろに引っ張ります。で、丸くなってもらってで、持たれます。持たれて大丈夫ですか？もう一回丸くなりましょうか。ですちょっとすみません、腕通します。で、持たれましょうか。持たれて後ろです。後ろでダランとします。 OK です。では、ちょっとこっちの足出していただいて、これで施術は以上になるんですけども、はい、今立ってみた感じでいいんで腰どんな感じですか？軽なんか重りが取れたみたいな感じはします。あ、よかったです、よかったです。では先ほど の検査をしますので、はい、前屈していきましょうか。はい、
ありがとうございます。では腰に手を当てていただいて反ってみましょうか。はい、ありがとうございます。では左の方に向いていただきまして、もう一度前屈をお願いします。ありがとうございます。で腰に手を当てていただいて反ってみましょう。はい、ありがとうございます。で正面向いていただきまして、これで、僕の手術は以上になるんですけど、何か最後感想とかってございますか？なんか想像してたよりなんて言ったらいいんですかね、かなり軽くなった気がします。しますか？はい、まあ、日常生活でもちょっと姿勢などに気にしながら、はい、お過ごしいただければなというふうに思います。今日はこれで施術は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。